今回は PCX リパーキングブレーキを取り付けします。製品はエンデュランスのパーキングブレーキキット。製品詳細は概要欄へリンクを貼っておきます。ギアなしバイク最大の泣きどころ、停車時に両手使えない問題。これまでは簡易パーキングブレーキを使っていましたが、使い勝手が悪く、フロントインナーボックスの中でおねんね状態。そんな中、やっと見つけたこのパーツに期待大です。ちょっとお値段しますが、先行投資ということで、代金回収の鍵は皆様のチャンネル登録が頼りなので泣き。部品はパーキングブレーキとワッシャーの2個だけです。ミラーを外してリザーバータンクにかぶせて、ミラーと共締めするだけです。簡単そうなので早速取り付けましょう。まずはハンドルカバーを外します。ハンドルカバーにグリップヒーター、最強の組み合わせです。続いて左側ミラーを外します。スマホホルダーが干渉するので外します。スマホホルダーの位置を変えないとダメです。パーツを一つつけると一つ外さないといけない、バイクあるあるです。パーキングブレーキはリザーバータンクの上に本付け。非常に簡単な作業なので初心者でも心配いりません。ミラーのネジをしっかりと締めて、はい、完成。ブレーキレバーを少し強く握り、シャフトを奥まで押し込んだ状態で、レバーを離すとブレーキがロックした状態となり、その状態からレバーを握るとスプリングの力でシャフトが戻り、ロックが解除されます。ブラボー。
手を離すと前に動き出します。パーキングブレーキをロックさせると動きません。ロック解除もすんなり簡単。もっと激坂で試してみたいと思い移動します。ここの坂は良かったのですが、流れていたので実践できません。視聴してくださった皆様にお願いします。チャンネル登録よろしく。